まずは今日のホームチームジュビロ磐田のスターティングメンバーです。前節からメンバーが4人変わっています。ゴールキーパー三浦、ディフェンスラインは怪我から戻ってきた山本則道、そして大井森岡です。そして中盤ボランチは今シーズン初先発の鹿沼と山本浩介、中盤の右に松本雅也、左伊藤、そしてシャドウの位置は山田と大森、ワントップルキアンです。そして今日のアウェー栃木 SC です。こちら前節と同じスターティングメンバーです。ゴールキーパー川田、ディフェンスライン吉田、柳、小野寺、大森、そして上田と松本凪のダブルボランチ、中盤の右に松岡、左森、ツートップはジュニーニョと矢野貴章です。ルキアンと柳、共にこの身体能力には自信のある2人ですが、つないで伊藤、そして松本、ゴール前3人4人と入ってきた岩田、クロスはどうだ、ルキアンか、ルキアンのヘディングシュート、ここは防いだ、川田防いだ、川田が上に手を上げてなんとか防ぎました。ちょっと体勢が悪くてもあそこまでしっかりと持っていけるヘディングの強さですね。はい、山田です。ふわっとしたボール、ここは押し戻した小野寺、山形から移籍してきた小野寺です。右サイドクロス、今度ニアサイド、山田、ルキアンが粘って決めました。先制点は岩田、前半28分、ルキアンの今シーズン8点目のゴールが決まりました。まあ、そこでこぼれたところね、ルキアン非常にね、そこまでいたからこそここにこぼれてきたですよ。ゴールになったと思いますね。しっかりと相手をブロックして自分のエリアを隠してしっかりとこうシュート打てましたよね。はい、まあ、一つ岩田の狙いが出たゴールだったんじゃないですかね。大卒ルーキーですが、早くもこの得点を作るチームに欠かせない選手、お目のキック、どうだ、エレクションだ、決まりました。すぐに追いついた、1対1の同点、矢野貴章今シーズン2点目のゴール、さすがの矢野貴章、飛び込んでいってゴールを決めました。この母屋の、ね、ボールもね、高さといいスピードといい非常にいいボール蹴り込みましたよね。まあ、やはりディフェンスのとキーパーの鼻先のところですよね。まあ、矢野貴章もね、お相手との囲い引きでね、あそこのところピンポイントで入ってきましたよね。はい、まあ、矢野貴章のいいところですよね。共に両チームのエースがゴールを決めてという展開です。ここはつないでうまく裏に出てきたルキアン、大森からルキアン、ルキアンチャンスは1対1、流し込めるか、決まりました。そのままゴールに流し込んでいきました。ルキアン今日2点目、岩田再び勝ち越し。前半37分、ルキアン今シーズン9点目のゴールが決まりました。少し高い位置を、栃木の方は敷いてますのでね、こういうところっていうのは一つ大森判断した中で選択できたパスでしたよね。まあ、ルキアンもここ落ち着いてキーパーかわしてのシュートでしたね。はい、ここは懸命に小野寺も戻ってきて、そしてゴールキーパーの川田も出てきていて、いろんなことを経験するといろんなところが見えて、はい、まあ、プレーの幅も広がってくると思うんですよね。まだまだこの非常に将来性楽しみな伊藤洋輝、21歳です。栃木の攻撃狙っていた、どうだ、松岡の強烈なミドルシュート、なんとか触りました三浦です。いやー、ここいい狙いを見せました、はい、松岡です。まあ、ここで受けた時にね、こうスペース空きましたのでゴールに向かったのでね、思い切ってシュートを左足振り抜きましたけどね、非常にいいコース飛んでましたけどもね、無回転ですよね。はい、そしてカヌ、あ、ここはカヌのボールを取られました。ここは矢野はオフサイドポジションか。このキックはそのままジュニーよ、そしてあとガラキのゴールに狙っていった、どうだ、決まった、ジュニーニョのゴールが決まって栃木同点。ゴールマウスを開けていたこの岩田、三浦の隙を見逃しませんでした。ジュニーニョ今シーズン2点目のゴール、よく状況見てましたね。はい、まあ、こういうところもミスですよね、やはり。まあ、しかしジュニーニョもよくここ見えてましたよね、このコースをね。2対2の同点です。岩田は選手交代もどうやら準備している中ですが、コーナーキック、こぼれたところ狙っていた、どうだ、決まった、
ました岩田勝ち越しに成功コーナーキックからのこぼれ球右足ですかね、しっかりとねこうちょっと難しいんですよねこういうボール合わせるのね、しっかりとこうボールミートできたこと素晴らしいゴールにつながったと思いますねそして決めたのはそう右足なんですけれどもただそれでもしっかりとタイミングを合わせてはいもうこういつ終わってもいい時間帯になりましたのでねしっかりと岩田の方は時間を使うここで試合終了のホイッスル3対2ジュビロ磐田3度のリードがありました2度追いつかれましたが最後は1点差なんとか逃げ切って勝ち点3も獲得です